帰り、メリア、どうしたの？電話でも結構暗い感じだったけど。予選どうだった？確か私とパトとソフィアちゃんとメリアの相手が出てきてたんだよね。結構強い人？いたの？そうですね、いたわ。多分今の私たちが総出で挑んでも勝てないほどの。ね、俺たちが総出で挑んでも、最強クラスってことじゃなく？はい、ちなみにカナの1回戦の相手、かなり手強いですよ。トウヤさんレベルくらいの人です。うそ、トウヤレベル。私大丈夫かな？対策は後に話します。能力の相性はカナの方がいいので、やり方次第では十分勝てます。今のところは。わかった、とりあえず今出ている手札だけで考えるよ。それでメリアちゃんか。いう。すごく強い人って。誰？とりあえず今日の出来事について話します。さあさあ、来ましたよ。22リーグ。なんとこのリーグリーダーはこのダブルシーズンでの第1回と第2回の準優勝者。そして今や教科書にもの良い級英雄、能力科学最先端を走る研究所、能力開発研究所の総責任者。そしてその以前の姿は我らが地球防衛軍元第2隊長。全てにおいてオールパーフェクトな超人。そして今大会の技術を提供してくださったスポンサー様でもあります。リオ・カムニバル選手。第22リーグはリオ・カムニバルという選手が能力を使用して勝ちました。大体私たちと同じように一瞬でした。私の見解で言うと、能力はおそらく変化系能力です。定まった性質と法則がなかったので、それくらいの情報しか集まりませんでした。勝負あり。第2回では見たことのない新技で他の予選者を抵抗させないままダウンさせた。第22リーグ通過者、リオ・カムニバル。第23リーグ、ここのリーグリーダーは前年とデスカエースのビリアン選手。今回は普通の髪型で参戦だ。自分は聞いてたけど、力を失っていた時でさえベスト8クラスなのに本来の力を取り戻したらどうなるの？闘神、ビリアン。すべてを貫く攻撃は完全暴力化、最強の世代の一人。2回戦で当たる可能性が高い人、絶対に超えてやる。勝負あり。第23リーグはビリアン選手の圧倒的力量差で圧倒。敵もなすすべなく全くです。第23リーグは監獄党の頭骨さんが勝ちました。正直、ソフィアはあの人の力を戻すべきではなかったですね。監獄党の時とは比べ物にならないオーラ量でした。右手のエクスプレーンモニターをご覧ください。自身の身でありながら、あんなでっかい体験を元気にブンブン振り回して。自身が南風をやじややっているのは、我らが地球防衛軍の、今年度から就任した新マークス隊長。ビアン選手です。現在一人身なので、パートナー募集中。別に募集してませんよ。全然募集してませんからね。はい、ということで決着。本日最後の24リーグ。通過者、ビアン、ハイタナ。チェインフッ隊長、冗談ですよね。本当に募集してませんからね。第24リーグは監獄島で戦った旧知さん作戦することなく勝ちました。私の1回戦の相手ですね。さあ、予選3日目が終了しました。本日の予選で1回戦の組み合わせが半分決まりましたね。毎度このワクワクは格別です。そして明日、とうとう予選最終日、残りの25リーグから32リーグ、明日は私が1発目、気合入りすぎて妄想から勝負吹き込んできちゃったくらいです。さあ、それでは全世界のチェーンファンの皆様、お寝坊せずに絶対にリアルタイムで、この会場で、見てくださいね。さて、全試合終わりましたし、急いで帰ってご主人と作戦会議を練らないとですね。そういえば残念でしたね、ソフィアの相手。ん？何か？だって能力で情報を遮ってたじゃないですか。さすがの私も画面越しでは情報はわかりませんでした。あれ、メリアでも見えてなかったんだね。私は見えてたよ。なるほど、その片目ですか。そうそう、神聖エルフ族は全てを見透かし、浄化する黄金の目、聖天眼を持ってるからね、ちゃんと見え見えだったよ。なら大丈夫そうですね。ソフィアはどうします？もちろん、屋台巡りしてから帰る。今日はカナも白も特訓できてないからね。寂しいけど一人で回るよ。ならせっかちゃんをこっちに呼びますね。確か今日は姉妹全員で観戦するって言ってましたし。助かる。やっぱり屋台回るなら複数で回った方が楽しいもんね。そうですね。それでは先に失礼しますね。私含めみんなの1回戦の相手は全員強敵ですね。明日は白の相手になるチェーン。せっかちゃんの相手はベッペル。この人の情報はまだない。ビアンさんは自然系能力と体験を扱うほどの身体ポテンシャル。油断は禁物ですね。能力と組み合わせてきたらせっかちゃん以上の近距離戦闘を見せてくれるかも。楽しみですね。あそこで集まっているのは、バハートさんとロイドさんと、ビリアンさん。
お疲れ様です。リリアンさん、以前の調子に戻ってるじゃないですか。ああ、やっとノーストレスで戦える。今なら第1回の頃のリベンジができそうだぜ、バハート。やだなぁ、負けませんよ。リリアンさんや天野隊長はすごく相性いいんですから。なら2回戦俺との試合楽しみだな、バハート。そうですね、教官は逆にすっごく相性悪いので苦しい試合になりますけど、勝ちますよ。全く俺と放課には勝てて、他の隊長には勝てないなんてな。仕方ない、天秤は便利そうで不便だ。俺みたいに多くの幻想を扱う能力者にはとことん相性が悪い。ですね、手の内バレてるので言いますけど、一つの対象を狙う天秤にとって、複数の対象物を扱われる能力にはとことん意味をなさない能力ですからね。そうだな、そこで俺や放火みたいな単純明快な特化能力は相性抜群と、泣けるぜ。なるほど、バハートさんの天秤はまだその程度しか扱えていないんですね。なら金でも十分対策できますね。1回戦ロイドさん、2回戦バハートさん、どっちも自然支配を持つ金にとって相性がいい能力者、うまくいけばベスト8までは容易ですね。リリアンさんの1回戦は月下ちゃん、まずは白の前にリリアンさんに勝てるほどの実力があるかどうか、見ものですね。よし、まさかこんなところでここまで有益な情報を得られるとは思いませんでした。早速対策を。ダメじゃない、こんな大勢がいる中で身内ネタで盛り上がったら、どこで情報を盗まれるか分かったものじゃないわよ。彼女は22リーグ通過者の量産、今大会2度の準優勝者、下手すればご主人の3回戦の相手になる可能性が高い相手。せっかくですし、そのままこの人の情報を得てしまいましょう。なに？この今まで見たことないほどのまがまがしい。一体何千、いや何万、いや、何億という生物を殺してきたの。これは、なに？知らない？こんな力、知らない？なにこれ？打点、魔王、嫉妬、劣化、支配、暴食、欲望。まさか、これは、闇世界の能力。そしてこのワード、間違いない。大罪支配、7つの大罪に由来される魔人の能力。一つだけでも壊滅的な破壊力を持つとされる能力を7つ全てを持つ、闇世界では上位の能力、それをここで、あれ？怪我がわしき光の神か。なに？このとんでもなく、死を感じさせる圧力は。悪いですけど、あとポテンシャルだけ覗かせてもらいますよ。そこに M 力が見れてどうしよう。え？大丈夫かしら、メリア、メルトリアさん。あ、はい、すいません。こんな、私ですらそこが、わからなかった。強すぎるオーラというものは知らないうちに他の人の体に影響を与えるものよ。そこの技術や設備もかなり重点に完備してたんだけど、どうしても敏感な子には影響を受けちゃうのね。帰ってゆっくり休みなさい。辛い時は休むのが一番ですよ。あ、ありがとう、ございます。勝てない。今の私。いや、全員が全力で挑んでも、あいつは人間じゃない。人間であってたまるか。でもこのレベルが準優勝、バカ出ている、こんなので優勝なんて。大丈夫、さっきからすごく辛そう。あ、お気を使わせてすいません。バハートさん、ご主人に接近してきたオーブの気配を持つ子。もう辛いですけど二度ないチャンスです。このままバハートさんのポテンシャルも。これは、まさか、そんな、ここまで。最悪か、ここまで私の想定を連続で超えられるなんて。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。